ヒバリクラブをご覧の皆さんおはようございます、えー。昨日はですね、どうもこう、これからの日本を良くするためにはどうしたらいいだろうかと、とまあちょっと悩みましてね、えー、現在やっているシリーズがですね、結局としてそっちに近づかないと。あむしろあ、我々国民の間に議論が湧いてですね、あらぬ方向に行ってですねこれで、結局は私たちの子供を 助けられないんじゃないかって気になってきましてね。で、まあ、昨日は外出ありましたんで、まあ、外出中じっくりと考えていたんですね。で、いろんなことも分かりました。えー、なんていうんですかね、あの、日本人が本質を議論できないのかもしれませんね。っていうのは、あの、アングロサクソンっていう人たちはイギリス人とかアメリカ人はですね、とてもあの、本質がうまいんですね。本質をよく分かってるって言いますかね。 これはいろんな点で現れるんですね。まあ日本人が非常にあの苦しむのはアングロサクスにいろいろな基準を作られちゃうんですよ。最近では ISO とかね。昔でしたらいろんな国際企画。それから例えば皆さんよく知っているのオリンピックとかそういうスポーツのですね。基準をこう作るんですね。日本人がこういうのに強くなるとそれを妨害するような基準を作るんですね。彼らは本質がよくわかってるので、日本人は真面目なんでね。 今の基準はもう基準だから守ろうと組むわけですね。それいいことですよ。いいことですが、守ろうと思って、そして、その基準を守るために一生懸命練習するっていうね、まあ、全く人間としては正しいんですが、アングロサクソンっいうのは、どうも最近日本人がなんかズルズルしく出てきたから、ちょっと基準を変えてやれって言うんでですね、例えば、水泳のこのスイマーのこの水着の基準を変えたりですね、それからあの、 棒高跳びのね、棒のこう、しなり方を、の基準を変えたりしましてね。まあ日本人が一気に不利になるっていう、まあそういうことですね。まあだけどそれは日本人がまたそれで一生懸命努力しますから。まあなかなか日本人っていうのはアングロサクソン、アングロサクソンとイギリス人とアメリカ人が主なんですけどね。それからまあやや、ああ、北の方の国ですね。あまあ、えー、ノルマン、ゲルマン、そこら辺もですね、割合とそういうのが第二段階って強いんですね。 まあこれはある程度、その、例えば、アングロサクソンなんつうのはものすごい植民地を持ってたんですが、植民地の人をものすごく殺したりね、まあいろんな残虐のことしてるんですけども、結局現在でもそれほど深くは恨まれてないんですね。まあ日本みたいに、韓国を本当に20年ぐらいとか30年ぐらいとか、一緒に併合してやってたらものすごい千年も恨まれるってそういうことないんですね。やり方がすごくうまいんですよ。いつもいつもニコニコって笑ってましてね。 人のいいニコニコと笑ってるので、どうしても人間はそれに騙されるってことがありますからね。そういう点で私は、こうずっと見てますと、日本人はなんか突撃することはできるし、努力することはできるけども、着地点を考えて、えー、考えを巡らすと、少しこう、抵抗があるのか、えー、頭脳の構造が違うのか、死を末端に取られてしまうのがいいという、まあコメントも見てますとね、死を末端こそが重要だって、それは 確かに日本人は使用末端こそが大事だと思うから、まあ戦争で突撃したりするのかなと思ったりもしたりしましたね。そういうことをいろいろ電車に乗りながら考えてみました、えー。昨日はですね、私昨日は東京の地下鉄に乗ってたんですけども、ちょっと長く乗ってましたんでね。えー、そしたら目の前に花粉症の人が来られましたよ。えー、と、まあちょうど気温も20度超えましてね。 ですから、その人はゴーグルをこう目にこうかけて、マスクもきちっとして、本当にこうし、目しばしばっとしたらせながらね、あかわいそうにと思いました。45ぐらいの男性でしたらね、あこういう人いるかな、てかわいそうだなと思いましたね。で、今日はまあ、花粉症からちょっと話を始めて、えー、まあ、それは当たり前というそのタイトルをつけたんですけども、何が当たり前かってことなんですね。これもまあ、あまり使用末端にいかずに、 死を末端が大切だっていう方は、私のブログは多分見ない方がいいと思うんですよ。私はあの死を末端は、あの人間っていうのはね、頭がこう限界があるんですよ。ですから死を末端を考えながら本質を考えるってことはちょっとできないんですよね。これ僕の頭ができないんじゃなくて、さっき民族的にも本質を考える民族は本質だし、死を末端の民族は死を末端だっていうふうにどっちかになっちゃうんですよね。まあ僕はね、昔言ってたんです女性と男性と別に違うわけじゃない。 だけども、まあ、違うところも,もちろんありますよ。だけど、毎日毎日ね、あの、今日の夕方のおかずは何にしようか。まあ、自分たちの子供にね、何を食べさせようかなんて、一生懸命考えてる方と奥さんね。それと僕みたいに、いや、ギリシャ時代の何はこう、なんでこうなんだろうかなんてね、日々考えてるの、それはね、ちょっと違うんですよね。それ、僕に、ギリシャ時代の社会構造と、 今日の子供のご飯のおかずを一緒に考えろって言うと僕はもう無理なんですよ。どっちかだったら考えられるんですね。ですからまあ、私は日本の今まで損害を非常に出したことを考えますとね、現在も脱出しつつあることを考えますと、やはりあの、死を抹淡は死を抹淡。本質は本質っていうのうに分けた方がいいんじゃないかっていうのは思ってるんですね。少なくとも僕は、あのー、今日のおかずと、 それから本質的な問題を両方考えるとかると難しいんですよ。僕の頭脳ではね。ですからまあ、それはそれでそういうことをよく考えられる人が。だからあの、安倍さんのことなんかあったんですね。せっかく安倍首相がなっても、森掛け問題とか、それから桜のことなんてちっちゃなことがもうどんどん議論されるのは、あの人たちは僕は作戦としてやってるのかなと思ってたんですけども、そうじゃなくて、死を末端の方が本質よりか大切だと思ってる人たちなんですね。 だから、彼らにとっては、あの、合理的っちゃ合理的なんですね。